はい。皆さん、こんにちは。お疲れ様です。ひろしの時事ニュースチャンネルです。今日はですね、なんかツイッター見てたら、なんかライブドアニュースが流れてきて、結構ね、ひろしこんなニュースあるよってね、結構いろんな方から教えてもらったんですけど、これですね、各方面の声を受け、河村隆市長が噛んだ金メダル交換へということで、やった金メダル交換するんだと思って、すごいひろしちょっとね、ほっとしたんですよ。あれ噛んだままだとなんか見てる方もなんか胸くそらいいなと思って、で、しかもですね、 なんか、噛まれた金メダルメダルの交換にかかる費用は、えー、河村市長に請求する方向で調整してるということで、え、ざまあーと思ってね、ちょっとね、やっていきたいと思いました。よろしくお願いします。だって、なんか、すごかったよね、これ。だって、見てこれ。しゃぶりついてんじゃん。ね、なんか。で、しかもさ、前まあ広ロ結構ね、こう、河村市長の、 ニュースこんなのあるよって毎回来てたんだけど、なんかもういろんなニュースあり,ありすぎてやるかどうか迷ってたんですよ。例えばこれ社長ここにもこの人噛みついてんだよね。なんか金が好きなんじゃない金っていうか金が好きなんじゃないゴールドというかね。なんかね、なんていうのかな。 あの、進撃の巨人だっけね、なんかあの、ほら、何でもかんでもこう食らいついちゃう巨人いるじゃないですか。無垢の巨人だっけちょっと気候子だっけよくわかんないですけど。なんか1.7メートル級の巨人とかなんじゃないですかうん、よくわかんないですけど。まあ、この人の身長がどんぐらいかわかんないですけど、ね、1.6メートル級うん、ちょっとわかんないですけど。まあ、とりあえずね、やっていこうと思いました。よろしくお願いします。じゃあ、ちょっとこれね、ツイート、これ、いいねとね、リツイートしておきます。はい。で、これに対してですね、まあね、金メダル交換でね、市長も交換しろよってね。<laughs> 今日も公開しろ。これいいアイデアですよね <laughs>。じゃあこれねちょっといいねと、えー、リツイートをしておきます。はいじゃとりあえずねこれニュースを全部読んででその後にねあそうだ。 プラスこれプラスさらにまたさっきニュースが入ってきて河村市長がパラリンピックの聖火行事に出席を見合わせっていうニュースも入ってきたんですよね金メダルを紙問題で批判を受けということではいバカですねざまあーみたいな感じでちょっと号が2本立てでやっていこうと思いますよろしくお願いしますはいじゃあちょっと出ていきますねはい名古屋市の河村隆市長が東京オリンピックの金メダリストのメダルを噛んだ問題でこのメダルが新たなものに交換されることに決まったことが日本テレビの取材で分かりましたと いうことですねだってさ、最初さ、なんか交換はせずみたいな、なんかそんなニュース流れてきてたよね、なんかこれ交換した方がいいんじゃないのって言ったら、いや交換はできませんみたいなのが出てきて、あ、やっぱダメなんだみたいな感じでね、ひろしも秘宝でやろうと思ったんですけど、この人のニュース続々出てきちゃって、ちょっとやるタイミング逃しちゃったんですよ、ほら、トヨタに謝罪に行ったとかさ、ね、なんかトヨタに怒られたとかで、車の中から謝罪したとか、まあ、ちょっとね、それも後でチラッと見ていこうと思うんですけど、まあね、本当に、ね、すいませんでしたね、まあ、ただ、こう されるってすすごいですよねこの問題は今月4日名古屋市の河村市長がソフトボール日本代表として東京オリンピックで金メダルに輝いた、えー、後藤美宇投手の表敬訪問を受けた際、えー、突然マスクを外し、えー、後藤投手のメダルを噛んだものですと、まあ、正直これふざけんなと思いますけど、ね、だって自分のじゃねえんだからねものすごい頑張って。 なんだろうな、金メダル取ったわけじゃないですか。ね、このミュウ選手。いつ見てもね、これね、毎何回見てもね、昇級高いよ、これ。えしかもこの人、ね、市長でしょえよくこんなことするよね、うん。この時期も時期だけ。まあ、正直今のコロナ禍じゃなくても、おかしいなと思いますよ、うん。だって必死になって世界一になって、手に入れたさ、この金メダルじゃないですか。それを自分のもの,のように、 軽々しく噛むってどんな神経してんだよって、ちょっとヒロシは思っちゃいましたけどねうん。だってもしゃぶりついてるもんね、本当に。よく見てくださいよ、みんなね。で、この問題は、えー、あえ、ごめん、もうここまで読,読んだよね、はい。関係者によりますと、 後藤投手は、か、えー、まれたメダルについて、チームで勝ち取って表彰式で授与されたものだとして、えー、新しいメダルとの交換を辞退する意向を示していたということです。あなるほどね、そっかそっかそっか、えー、チームで勝ち取って表彰式でわざわざ、ね、授与されたものだから、新しいメダルとの交換はいや別にいいですと、ね、やっぱ思い出があるものですからね。うん、ねしかし、萩生田文科省が、えー、教育上非常に良くない。 人の大切なものを口に入れるなんてと問題するなど、えらいな、この文科省。萩歌って読むんですよね。これね、あのちょっとど、なんて読むんだろうと思って、ごめんなさい。あの検索したら萩タ文科省って方が出てきてね、ちょっとすみません、知らなかったんですけど、え、ね、らいですね。教育上非常に良くない。本当その通りだよね。<laughs> 本当その通りですよ。だって、だって、 川村市長、名古屋のね、愛知のさ、ね、名古屋の川村市長がこんなことやってたんだから、俺だってやるわ、僕たちもやるもんとかさ、小中学生が真似したらやばいもんね、こんなのね。人の大切なものを口に入れるなんてとんでもないっていうことですね。でも問題視するなど、各方面からメダルの交換を求める声が高まり、交換が決まったということです。すごいですね、これね。みんなの声ですよ、本当に。うん SN、SNS でもネットの声でも、まあ、そうだけど、 まあ、いろんな人間がやっぱりこれおかしいんじゃないかって声上げたからですよね。すげえな。また、メダルの交換にかかる費用は、河村市長に請求する方向で調整しているということです。さあまあでもさ、ちょっとね、微妙なんですよ、これ。要はさ、例えばさ、なんか河村市長から、この河村くんからお金出して、このメダルもらったって思うと、なんか微妙な気持ちになりませんかそこら辺がなんかちょっと嫌だなと思うんですけど、そこら辺なんかね、ちょっとケアしてほしいなと思うんですよね。河村市長、僕のお金でね、新しいのはい、金メダル買ってよ、みたいな。ね、なんか金メダルもらっても これ河村市長の財布から出されたんだよなどうしようかなとかね選手をなんか微妙な気持ちになっちゃうのはちょっと嫌ですけどねはい、えー、この問題をめぐっては後藤投手が所属するトヨタ自動車が不適切かつあるまじき行為とのコメントを発表したほかほんとざまぁだよねほんとね、えー、名古屋市に多数の苦情が寄せられ 河村市長が謝罪する時代となっていましたということですね。トヨタ、天下のトヨタ自動車からこんなこと言われるとありえないですよ。本当にねまあ、すごいニュースにもなってましたよね。で結局、なんか謝りに行ったんだよね。でも中に入んないで、車の中で謝りましたね。あのなんかな、なんていうかな。あの神様に謝ったみたいな、ね。車の中で謝罪したとかなんか言ってましたけど、はい。まあもしちょっとね。 あの、ちょっと時間があれば、後にニュース読んでいこうかなと思います。はい。じゃあ次はね、パラリンピックの聖火行事、出席見合わせ。はい。これまたちょっとざまなニュースを読んでいきます。えー、河村市長がパラリンピックの聖火行事に出席を見合わせ。えー、金メダル、紙問題で批判を受けね。<laughs> あの、ついにここまで来たかっていう感じなんですけど、これもね、ついさっき出てきた、ね、4時、えー、っと、19時24分のニュースですね。今、広志これやってんの、結構夜の20、22時54分か、今ね。はい。まあ結構、まあ、まあ、ちょっと、ホットっ,っちゃホットですね。数時間前のニュースですね。えー、名古屋市の河村隆 市長が東京オリンピックソフトボール選手の金メダルを噛んだ問題、えー、多くの批判を受け東京パラリンピックの成果行事に市長は参加しないことになったと、えー、いうことですね、えー、重たいな本当に重たいですよ <laughs> 名古屋市川村市長 <laughs> 川村隆市長 <laughs> 本当お前のせいならでもそれ全然しゃーないわ自業自得だ8月4日メダルの報告で訪れた、えー、ソフトボール後藤美宇選手の金メダルを噛んだ川村市長 直後に苦情や抗議が、あ抗議が相次ぎ。ただ次の日なんかもうなんか市役所とかにものすごい電話いっぱい来たんでしょ。仕事にならなかったみたいな。今でも来てるっぽいじゃん。ね。やばいですよね。市長がこういうことやって、職員に迷惑かけるって最低なんですよで。市民にも迷惑かけてるし、選手にも迷惑かけてるし、しかもね、一番ね、税収多いんでしょ。愛知県のトヨタですか。ね。トヨタにもめちゃめちゃ来てるわけじゃないですか。やばいですよね。これで鳥山明にも迷惑かけたらとんでもないことになりますよね。で、えご本人様の、えー、長年の努力の結晶である、 金メダルををす行為にに及びびまました誠に申しした申申なく心からお詫びを申し上げます本当に思ってるんですか、この人ね。なんか結構、なんかお、おちゃらけた態度いつも取ってるみたいですよね。なんかいろいろツイッターとか見て、なんか広ロもいろいろ見たんですけど、これ、河村師匠、いつもこんな感じですよ。ね、金メダルかんだけどねもう、もうマスコミも笑ってたし、いつもこんな感じですよ。みたいな感じで、結構みんなツイッター書い,、ね、あ書いてましたもんね。まあ、シも食べようとしてますからね。やっぱり金,金色が好きなんでしょうね。うん。 やっぱりなんかね、遠美秀吉とかなんかアピールしてるんですかなんかちょっとイメージしてるんですかね。ちょっとよくわかんないですけど。はい。えー、翌日、河村市長は謝罪しますが、点々点。はい。えー、金メダルのき、えー、金メダルの件ということでしょうかね、市長の件ですか、えー、そういった意見、えー、ご意見があったことはお伝えさせていただきますので、点々点とね。えー、1週間経ってもなお、名古屋市のスポーツ市民局には抗議、苦情のメールや電話が相次ぎ。えー、やばいね。その数は11日正午までに7000件を超えましたと。えー、いうことですね。7000件も来たな。 やばいよ、こんなに。普通、こんなにね、来ないから。うんえー、当初は、やはり感染症対策上良くない。アスリートに対する敬意がない。ね、あの敬意がないとの苦情。えー、謝罪会見後は、謝罪になっていないのではとの声が来ているということですね。これは名古屋市、えー、名古屋市スポーツ市民局校長課。そんなのがですね、えー、中根達也課長の、ねえー、コメントなんですけども。 まあなんかちょっとね、この師匠、結構ね、おちゃらけ、さっきも言った通りおちゃらけであんまりヘラヘラしちゃってるみたいなんで、これを機会にね、あの、何度でも、この河村師匠のことね、嫌な人がね、めちゃくちゃかけてきてる可能性もありますよね。だからこういう足元すくわれることやっちゃいけないんですよね、本当にね。ま、あの、コロナ禍、今のコロナ禍でね、すごい今感染拡大、もう爆発的に拡大してるじゃないですか。そん中でも、やっぱり汚いし、コロナじゃなくてもやばいし、で、みんなが真似する、真似しは教育上良くないし、今,今の時期真似したらさ、さらにね、 あの、病気とかになっちゃったらやばいじゃないですか。なんか、この人のね、握手率、もう本当に最低なんですよ。本当にやることが。うん。政治家としてね。えー、この問題を受け、名古屋市は11日、4日後に市内で行われる東京パラリンピックの聖火行事への市長の出席を見合わせることを決定、決めました。まあ、これは仕方ないよね。うん。えー、名古屋市によりますと、 市長への苦情や抗議が相次いでいることなどから出席はふさわしくないと判断したということで杉野緑副市長が代理で出席しますまあそれがいいんじゃないですか、うん、ここではいい判断だと思いますね多分周りの人間が決めたんでしょうねまた名古屋市は当面対外的なイベントなどへの市長の参加を取りやめることを検討しているということです <laughs> <laughs> 本当にもう大迷惑だよね、本当に。これ職員というか周りの取り巻きじゃないや。ね、このほら、あの、市長プロデュースしてる人たちもさ、めちゃくちゃ大変だよね、本当にね。候報もね、もう地獄を見てると思いますよ。はい。ということでね、まあ見事に罰が当たってしまったね、市長なんですけど、まあほら、トヨタ、まあこれはいいか、もう、あの、普通にあの、リンク貼っておきます。あの、トヨタがほら、金メダルをかじってた河村市長にトヨタが抗議した。責任あるリーダーとしての行動を切に願うっていうこともね、あの、ニュースになってたんですよ。 で、トヨタの慰霊抗議コメにメダルかじり河村師匠が本社を訪れ、車の中からお詫びをしたってね、こういうニュースもあるんですけども、まあ、 これはもう結構有名だったんでね、あの、もしよかったらリンクを貼っておきますので、概要欄見てみてください。はい。ということで、まあ、あの、金メダルが交換されるということで、よかったですね。ただ、ちょっとヒロシが微妙なのは、河村たけし、河村たかし君のポケットマネーからこう出される。ね、一応請求して、河村たかし君が、あのー、この金メダル代金を払うっていうことなんだけど、なんかちょっと選手的になんか嫌だな、みたいな感じにならないことをちょっと祈りますね。やっぱほら、オリンピックでもらったものじゃなくて、河村たけし、この河村市長のポケットマネーで買ったみたいな、なんかそこら辺を思うと、なんかちょっと微妙だ なと思うんですよねあの、なんか表彰式とかでもらったものとはまたちょっと別なものになっちゃうのかなーなんてちょっと思って、そこら辺のケアというかフォローはね、しっかりね、ちょっとしといた方がいいと思いますね。はい、ということで今日はこのらいにしておきます。ありがとうございました。もしですね、あの、チャンネル登録とかね、していただけると、またこういうね、ニュースやっていく励みになりますので、もしよかったらよろしくお願いします。 で、あと今回の件ね、ちょっとコメントとかあったらどんどん書いてくださいね。ひろしお前の言ってること間違ってるよとか、これ違うんじゃねえのとかね、そうだそうだとかね、もういろんな意見があると思うんですけど、まあ、遠慮なく書き込んでください。はい、ヒロ盛り上がるの大好きですので、よろしくお願いします、えー。ということで、本当に今日はお願いしておきます。ありがとうございました。失礼いたします。